YouTube 久しぶりに再開しようと思います。何年ぶりかな、あれ2020年に始めて、その後ちょっと途切れて、今まもなく24だから、なんか結構インスタなんかにも YouTube 再開してくださいっていうメッセージが多かったんで、はい、やろうかなとは思ってたんだけど、なんせ僕はこういう性格なんで、こういう性格というかこういう性格って言っても分かんない。いや、まあ、なかなかそうですね、いや、やりたいって言うから、あ、YouTube やりたいでしょ。何やりたい、 YouTube の企画でヒカキンやりたいんじゃない、もういいんですか。あ、でもチャンスあるかもしれないですよね。ねえねえ、はるかヒカキンやりたい、ヒカキン。あとさ、YouTube でどういう、もうどちらかというとパパはもう YouTube めんどくさいんだよそうなんすか、めんどくさいからはるきが自分で決めたら、こういうのやりたい、ああいうのやりたい、そしたらパパもそれに一緒に行くか。だからはるきくんがこれやりたいってやつに関しては、指導さん もうそれは従ってくれるってことですか。いや、あんまりなんか面倒くさそうな部屋だけど、まあ、基本的には、まあ、従います、はい、サンサンキッズ TV とコラボしたい。ああ、そういうのいいんじゃない、うん、サンサンキッズ TV、うん、だからいくつか、じゃあノートに書けばいいじゃん、これこういうことやりたい、ああいうことやりたい、こういうことやりたい、うん、ね、じゃあ YouTube、じゃあ春樹の仕切りでお願いします。お願いします。じゃあ YouTube は体調は春樹が主役だから、うん、じゃあはい、それカメラも見て、なんか最後一言お願いします。楽しみにしててくださいと言えば、楽しみにしててください。もっと大きく、そう、もっと、そうですね、はい、人のザイキッズ TV を違う違う違う自分の僕たちの YouTube 楽しみにしててくださいって言われて、たくさん視聴見てると思う。僕たちの YouTube 楽しみにしていてくださいって、そのまま僕たちの YouTube 楽しみにしててください。もう一回もう一回、大きい声が、はい、大きい声です。僕たちの YouTube 楽しみにしててください。いいっすか、しおさん、OK です。ベイブレードで負けたことで、まあ、頭がじゃあ、よろしくお願いします。またなっちゃん、なっちゃんやったんだ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。